本日プレミネが追加されます。バージョン 4.0 ガチャ後半ということで、ちょっと見ていくか。あ、来た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 、フレミネ追加されてる。待機モーション、テールスのゼンマイを巻くフレミネ、チク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 、かわよい。こいつ男ですよ。テンプからいきますか。通常攻撃、川柳の剣、テンプレベル1で84、80、101、123、高くね。フレミネって物理ダメージも出せるキャラだから、もしかしたらお前はレザーの物理版みたいな感じで物理もやれるタイプなのか。レザーと比べるか。星4物理アタッカー、レザーくんが95、82、103、136、レザーの方がほんのり高いけど全然フレミネ物理いけそうですね。通常攻撃倍率は結構高め、悪くないな。スキル、プレッシャークロー、元素スキルのボタンを押して切り上げダメージでもって通常攻撃に氷ダメージが追加で発生するようになるんだよね。フレミネが通常攻撃を行うときに双冠を放ち、倍率 7.2%、 ひっく、おまけみてえな氷ダメージしか出ないじゃん。お前もしかして物理か。お前物理アタッカーか。倍率 7% じゃあお前物理だな。でランクを貯めてって、ランク0だと 200% の氷ダメージ、ランク1だと氷ダメージと物理、あ、氷も物理も出すんや。お前ランク1だったら 100% の氷と 48% の物理、ランク2だと70の氷と85の物理、ランク3だと40の氷、あ、物理が上がってくんや。え、おもろ。物理キャラですね。エウルは星4みたいな感じかな。でランク4は物理の高めのダメージを与えます。倍率は 243% で、あとはプネウマの氷のトゲのダメージか。うん、クールタイム10秒、使いやすそうですね。なるほどね、氷も物理も両方いけるキャラって聞いてちょっと不安になってたんですけど、フレミネ思いっきり物理に寄ったキャラだな。だから炎飛とかそっち系のメインアタッカーかなと思ってたけど、どちらかというとレザーに近いね。これは爆発、シャドウハンターの奇襲。まず爆発起動した瞬間にヘルメットをかぶってスキルのクールタイムをリセットします。で10秒間両戦モードに入ります。その間クールタイムが 70% 減るので、元素スキルプレッシャークローのクールタイムはなんと3秒になります。スキルクールタイムが3秒になる。通常攻撃を行うときプレッシャークロー、ペールスの圧力ランクは1ずつ上がっていくんですが、両戦状態のときはランクが2ずつ上がっていきます。で双冠の与えるダメージが元の 200% 分、ダメージ2倍か。でも倍率 7% みたいなダメージが2倍になっても何も変わらんな。うん。だから爆発はスキルのクールタイムを10秒から3秒にして圧力ランクを たまりやすくするっていう爆発か。ダメージは爆発切った瞬間は 300% 残りダメージ。なるほどね。強いんすかねフレミネ。今んとこなんかあんま強そうに感じないな。テンプレベル1で倍率 243% の物理ダメージ、レザーのテンプレベル10の通常攻撃4段目が 240% ぐらいだから、テンプレベル1で1万5000ぐらい出んのか。スキル使って1、2、3、4、圧力解放、パーン、1万5000、テンプレベル1で強くはなさそうですね。まだわかんないね。リレみたいにやべえこういうテンプ持ってるかもしれん。見るか。飽和潜水スキル、プレッシャークロー、高圧粉砕を発動するとき、ペルスラタイマーの圧力ランクが4未満の場合、なるほど、ランクが4の時は10秒なんですけど、ランク0、1、2、3でスキル使ったらクールタイムが1秒減るという認識でいいのかな。だから、クールタイムが10秒から9秒になる。弱いね。クールタイム1秒マイナスは強くないな。平流式冷却装置。プレミネが敵に、氷砕き、おい、マジで氷砕き使うんや、お前。プレミネが敵に氷砕き反応を起こした後、プレッシャークロー高圧粉砕した時のダメージがプラス 40%、 継続時間5秒。なるほど、ダメバフ 40% は偉いね。あ、でも氷砕きは敵によってできたりできなかったりするしな。なるほどな。であれやね、泳ぐ時のスタミナが、水中でのスタミナ消費が 35% 減る。これ強い。水中の探索がめっちゃ楽になります。星座何なんだろう。オートマタ座、思いっきり星座がペールスなんだよな。フレミネのために後から作っただろこの星座。すごい。一突深海と歌方の夢かなこれは。プレッシャーフロー高圧粉砕、あ、スキル再発動も回収率 15%、 おー強いね。一突、二突ペンギンと豊穣の国、なんかすげえ名前だな。プレッシャーフロー高圧粉砕を発動するとフレミネの元素エネルギーが2ポイント回復する。爆発何族か見てなかった。60族使えそうやな。爆発は早めに切っちゃっていい。高圧粉砕だからスキル再発動するとエネルギー2回復、ランク4だと2じゃなくて3回復だからあれか。元素爆発使ってる時はスキルのクールタイム3秒なんで、3秒で高圧粉砕バンバン使って元素エネルギー3ずつ回復して、元素チャージ効率いらないね。爆発とスキルセットで戦っていく感じか。
お前マジか。フレミネ、お前も通常攻撃のテンプレベルプラス3を持ってるの。いやまあ嬉しいが、じゃあ何がいらない？爆発のレベル上がらないのかもしれないな。じゃあずる、レザーにくれよそれ。通常攻撃テンプレベルプラス3のキャラクターとしては2人目ですね。フレミネもうこれ決まったね。物理アタッカーですね、確定です。フレミネ物理アタッカーです。氷砕き型とか言ってもいいけど、まあ強くはないだろうね。通常攻撃とスキル上げていけば良さそうだね。4突凍結氷砕き超伝導を起こした後、攻撃力プラス 9% 継続時間6秒20まで、悪くはない。落とす、これスキルやろ、そうやな、スキルやろうな。どう見てもフレミネが物理路線で行くとしたら、スキルと通常で火力出していくことになるから。貫突は目覚めと決意の時、かっこよすぎる名前。フレミネが敵に凍結氷砕き超伝導を起こした後、会心ダメージ、会心ダメージプラス12、継続時間6秒最大30まで、会心ダメージプラス 36% か。星4キャラだけど、テンプレベル上げていけばランク4の高圧粉砕で3万とか4万ぐらいは出していけそうだから、フレミネ軸で螺旋行くのはほんのちょっときついかなぐらいだけど、戦えはする感じのキャラになりそうですね。まあ面白そうだね。通常攻撃テンプレベル13まで行くしね。ちょっと面白そうだなこれは。氷砕き、いや氷砕きは使わないよ。氷砕きはもうこの効果でダメバフ 40% 稼いだり、氷砕き起こして攻撃力を上げたり、氷砕き起こして会心ダメージ上げたりするだけで、別に氷砕きはおまけだね。フレミネ君にも金の剣は合わない具合ですか？絶対合わないね。フレミネは攻撃力使うキャラなんで、ま、HP が上がる。これは合うわけがないな。水中の探索はちょっとマシになるかな。45秒に1回シールド張るから。水中の探索で金の剣が生きるかもぐらいだな。アタッカーとしては合わないですね。でも面白そうだね、フレミネは。スキルは氷ダメージと物理ダメージ両方出るんですけど、氷型ありか。氷型フレミネありじゃね？爆発切れば、スキルクールタイム3秒やろ。で、固有テンプで、クールタイムが1秒減るから、クールタイム2秒だ。爆発切って2秒おきに、83%、200%、83%、200% 出していくフレミネってどう？まあ、ありではあるって感じか。超運の領域って乗るのか。超運の領域使わない方がよくね？フレミネ今んとこ物理アタッカーだから、あ、いや、物理アタッカーでフレミネ使うんだったら超運はなしだけど、今ついさっき氷型フレミネを考案してて、通常攻撃使わないで、すぐ使えば 200% 出せるねん。283% 出るねん、スキルだけで。で、クールタイム2秒になんねん。で、まあ、氷アタッカー型フレミネ。だから、杯氷バフにして、で、そしたら、氷ビルドになってるから、超運で通常攻撃氷にしちゃうってのも、まあ、なくはないのかな。爆発が溜まってない間は通常攻撃氷にして使うみたいな。面白そうやな。超運、神格、フレミネ。おもろそう。いろいろ使ってて楽しそうなパーティーが思いついてきたな。超怪化フレミネもいけそうなんですよね。あの、エウラーをね、超怪化反応で使うっていうビルドがあるので、フレミネ行くは空気忍ぶなひなひとかじゃない。超伝導も起こすし、氷砕きも起こすし、超怪化も起こすしみたいな欲張りパーティーだね。あと何分？あと5分か。リネとリネットの家で引きたいんだけど、家の場所忘れたわ。どこだっけ？水中で引こ。なんで？あ、なんかこの辺だった気がする。ここじゃね？家。ここがリネリネ、リネとリネットとフレミネの家だった気がする。ここでガチャ引くか。とりあえずフレミネ無凸で使いたいから、フレミネ確保できたら、もう育成しちゃいます。幸運を祈る。ありがとう。来ましたね。はい。じゃあ、行きましょうか。まずは10連。天井てかもう、すり抜けないんだよね。勝利確定だ。剣に光ったら。フレミネ出たら、左右強いからね。左右。20連。お、来た！よし！さあ、じゃあ、フレミネ育成のお時間だぜ。パーティー編成どうしよう。ここにフレミネ入れるか。おお、これ、はい、チーム編成モーションか、これ。カチャ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 。僕を連れてって。おお、僕を連れてってってあれじゃん。PV に出てたセリフやん。でもちょ、チーム編成ボイス聞こう。チーム編成ボイス。僕を連れてって。僕に命令して。僕、他に行ける場所なんてないから。全部僕やん。おお。通常攻撃が4段です。なるほど。4段目がちょっ、4段目が大振りだけど、横振りだから偉いね。判定は広い。なるほど。で、スキルが、プレッシャーフロー。通常攻撃は物理と氷両方与えるんだよね、これ。
4つ溜まったら再発動で。ベールス敵に当たらなくてもいいんだ、これ圧力。寒波到来。圧力ランク0。再発動。氷の一撃。あれか、楽しくね？めっちゃ楽しいんだけど。スキル使って、圧力ランク1、2、3。3だと？あ、なるほどね。圧力ランク3だと、まあ、氷ダメージとペールス突っ込む。圧力ランク0だと、フレミネ自身の素振りか。寒波到来。おもろくね？ちょっと使ってて楽しいんだけど。ランク4だと、フレミネは何もしないで、ペールスが頭突きする。ドーン。ちょ、育成しますか。20レベル。あれ？レベル 2？ あれ？あ、ちょっと失礼いたしました。白の本でレベル上げるとしてたよ。レベル20。突破。あ、やっぱ突破ステータス攻撃だったね。よかった。物理だったら氷型でき、ちょっとやりたくなくなるし、氷だったら物理型やりたくなくなるし、やっぱ両刀、氷型も物理型も両方できるように攻撃だったね。よかった。わかってるわ。本当にいいの？いいよ。おじさんは、フレミネちゃんを、いや、フレミネくんをちゃんと育成しようと頑張ってきたんだからね。本当にいいよ。これ絶対もうフレミネ女子たちがもうわーとか言ってるで、これ。あ、待機モーションだ。え、怖っ。え、これ待機モーション？これ。長くね？スイッチオフって感じじゃん。ナヒーダのブランコみたいな感じか、これ。え、ちょ、怖っ。え、怖っ。僕のためにこんなことしなくても、あなたに従うのに。僕のためにこんなことしなくても、あなたに従うのに。待機モーションは、あれね、ペールスのゼンマイ巻きと、今の、あれか、ヘルメット被って、ぷかぷかする感じのやつか。怖かったな。レベル50。おっぱ。レベルアップ。90までいきますよ。そのために準備してきたんでね。60突破。ボイスあるよね、60は。あなたの時間とエネルギーは、とても貴重だから。他の人たちに使った方がいいと思う。おお。平流式冷却装置。氷砕き反応を起こしたら、スキルにダメバフ 40% 入ります。まあ、氷砕き使うんだよね。自己肯定感引きすぎだろ。自己肯定感超低いね。あ、でも、きっと、80突破したら、デレデレボイス喋ってくれるよ。70突破。70突破でボイスはないです。お待たせフレミネ。フレミネくん、レベル90になってもらうよ。最終突破いきます。あなたから受けた恩をどう返したらいいのかな。この気持ちをどう表現したら十分伝わるんだろう。その僕、他愛もない会話とか不慣れだから、何か間違ったことを言っちゃわないかすごく心配なんだ。うん、あなたを不快にさせたり後悔させたりしたらどうしようって。ごめん、何も言わず、ただ少しの間あなたの隣にいてもいい？めっちゃ喋るやん。やば、これ日本で多分フレミネ女子の人たち何人かこれ救急車で運ばれましたね、これ。めっちゃ喋るやん。あなたの隣にいてもいい？だってやばこいつ。フレミネくん、キャワイイねとか言ってた原神女子たちが救急車に運ばれました、これ。俺のこと好きやん。90レベルだよ。できたよ。武器どうしよっかな。何が似合うかだな。まあ、とりあえず強さで言うなら末路かな。チリュウも、タイダルシャドウ。金の剣。金の剣似合ってんのムカつく。ムカつく。じゃあ、とりあえず末路にします。いいですか、末路で。エンプレベルどこまで上げましょう。通常攻撃大事。爆発のテンプレベルいらないんじゃね？ちょ、大げさやけど爆発のテンプレベル上げなくていい気がする。これレベル上がってどうなんの？倍率上がるだけだろ？効果時間が伸びたりもしないし、クールタイム短縮が伸びたりもしないし、爆発上げなくていいじゃん。氷ダメージ出したいなら上げてもいいけど、極論爆発レベル1でいいな。うん、なんか881かな、じゃあ。プレッシャークロー8レベル。
通常レベル。うん、いける。8レベル。まあ、881でいこうかな。コスパ考えたら3レベルぐらいまで上げてもいいんですけど、まあ、爆発別に優先度高くないんで、まあ、上げなくても良さそうやね。じゃあ、行きましょう。まずは、物理アタッカー型。だよな。私はレーザー使いとして物理ダメージは結構極めてきたので、物理の生物強いんですよ。45.7 の羽。スコア 53.7 の羽。31.2 蒼白の炎。物理ダメージバフの杯が 42.8。冠が血染めだな。できました。蒼白血染め。武器末路。末路ずるいな。静電ランク5。強すぎる。マグロにしとくか。武器。配布両手剣。星4。生物は、ちょっと本気だけど、攻撃力2100、回心率75、回心ダメ146、で、テンプレベルは881のフレミネ出陣。マグロ似合ってる？似合ってるな似合ってんの笑うな。90レベル。来た来た。来たぜ。フレミネで殴らせてくれ。倍率 200% とかの物理ダメージを。くらえ。7000、6000、8500。まあ、出てるくね。で、スキル、こっからが本番よ。まあちょっと倍率見るか。7000。ドラゴンストライクできるかな。ん？ちょっと待って。1、2、3。あ、はい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 。落下倍率お前ナンバー。こいつドラゴンストライクできるわ。よーし。ワイうめえな。ドラゴンストライクうますぎる。1、2、3。あ、ちょっと、1、2、3。できるね。はいはい。じゃあ、落下倍率も大事になってくるな。で、スキル。プレッシャークロー。圧力ランク2、3、4。再発動。いけ、ステルス。当たった今。当たった今。ちょ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 。ちょ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 。氷ダメージはやっぱ270ダメージとか、カスだね。19000出てた今。これ時間切れたりしたら自動で発動する？再発動しなくてよかったな今。回って1、2、3、4。あ、これ自分で発動しないとダメな感じか。ちょっと待ってよ、まだフレミネの使い方がわからん。2、3、4。いけ、ペールス。回って。おお、なるほどね。会心もっと出ろよって話。 75% だけどな。4レベになったら勝手に飛んでいく感じね。バーリオ漏れ。いや、氷砕きもちょっと狙ってこう。冬テンプ2個目でね。平流式冷却装置で氷砕きが発動したら、スキルのダメバフ 40% 上がるんで。これも込みで。てか、泳ぐスタミナ消費減るんじゃない？あ、ちょっと引っかかってる。おい、フォンテーヌ組の特権。この、ドルフィンのような動き。じゃあ、行くよ、爆発。元素爆発を使うと、10秒間の自己強化状態、両線モードに突入します。ね。スキルのクールタイムがなんと 70% 減るので、スキルが3秒で打てる。やばい。で、さらにペールスの圧力ランクが、1回でね、2倍溜まります。で、クールタイムリセットあるんで、1、2、3。まあ、1回ペールス使っちゃって、爆発キロ。開始。え、なんか声が。いや、回ってペールス。ペールス回ってペールス。回って。寒波到来。え、なんか声が変わった。声違うんだけど。ペールス。ああ、なるほどね。ヘルメット越しなのね。声こもってるんやね。じゃあ氷元素っていつ出るんだろう。ペールス。スキルで氷元素2粒ぐらい出たか今。1、2、3、4。発射。今のでも氷元素出るんだな。氷元素生成は再発動の時と1回目の時か。うん、声こもってんの、ちょっともう一回聞きたい。パーティー変えよう。氷元素がいっぱい出るパーティーにしよう。氷元素作るキャラといえば、やっぱり私がいなきゃ。ギオナに武器再霊持たせて、ちょっと爆発もっと聞きたい。あとコンボの練習しないと。さっき下手だった。長押し。氷元素粒子がいっぱい出る。もう一回長押し。氷元素粒子がいっぱい出る。で、たまりはしないか。スキル、1、2、3、4。発射！ペールス！会心でね、75% あるのに。お別れの時間。え、かっこいい。お別れの時間。
1、あ、じゃあスキル使って1、2、よしよし、コンボ下手すぎる私練習できそうな必要ないかな。ここが人型のエルマイト旅団の3人だからちょうどいいか。回心率 90%、 氷元素共鳴にして、氷元素キャラだもんね。今ホイっつった今ホイおもろ、声おもろすぎる。フレミネ、ペールス回って、寒波到来、寒波到来、ライブ準備完了、相当開始、お別れの時間。ちょっとかっこいいかもしれん。超伝導入れよう。オッケーオッケー。じゃあちょっとパーティー編成をもっとフレミネに特化させるか。僕を連れてって、僕を連れてって。パーティーどうする？まあゆっくわきは入れるな。完全掌握、氷砕き、神器を通すよ。で雷で回復できるから忍び入れて。収集のつかない仕事じゃないといいが。ちょっとなんかひれみたくないから勝利入れる超伝導反応も起こすし凍結も起こす感じでいきます。メインアタッカーはフレミネ。コンボの練習しないとな。まずはシールド貼る。で、セーフも発動させてエネルギー食べさせる。スキル1、2、3、4、ドン。当たって今、ああ、25000、ナイス。シールド貼って、じゃあいろいろ本気でいきましょう。サイウル光超伝導準備、これからだけも怒ってるよな俺。うわぁ、相当開始、相当開始、ペールス、うわぁ、到来、回って、ペールス、まあ戦っていけるはするな。雨、はい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 。氷砕き邪魔してない？いや、氷砕き起こしてスキルにダメバフ 40% 入るから、まあむしろこれでいい。めちゃくちゃ楽しい。赤さのり、ここ行こう。武器ガチでやってみる？わかった。今使ってたのは配布武器なんですが、武器貫突、狼の末路でいってます。回心率75、回心ダメ146です。元素チャージ効率 100% でも、全然爆発は、回ってはないけど、うん、原茶いらないね。いいね。二突したらマジで原茶 100% で良さそう。あ、ミカも入れましょうか。氷砕きは行く脇がいるから大丈夫、うん、さあ始めよう。剣女万弱、水元素行く脇にブルッ爆発使ってもらってプレミネ、おい、1、2、3、4、発射。うわぁ、末路準備完了、寒波到来、回って、うわぁ、ペールス、あ、ちゃんとペールス発射した後にスキル使わなきゃ。バカ、回って、あ、ちょ、むずいむずいちょっと待ってね。圧力ランク4になった時にペールスが自動発射されるの、それを見てからもう一回スキルを押さないといけないんだ。ちょっと待ってよ、1、2、3、4、これで自動発射、これ、あ、発射か。で、ここでアクルタイムね。待ちなさい、この剣はわかるかい。強いな、難攻不破力は出てるな。1、2、3、4、寒波到来、暖かい、今電動晩で石化して黙らせて、ダイブ準備完了、開始、ペールス、寒波到来、ここでもう一回スキルを使う。ペールスを打ち出した後ちゃんとスキルボタンを押さないと、ただの通常攻撃使ってる前になっちゃう。ちょ、天理チョーク、なるほどね。どこが自動だの？え、じゃあ行くよ。スキル使うやん。で、貯めるやん。で、そしてこれ自動で発射されん？あ、そう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 、自動発射されんねん。通常攻撃、スキルのボタンを押さなくても。寒波到来！ 1、2、3、4。ここで通常攻撃使ったらペールスが勝手に打ち出される。ガンザン89！ で、ペールス打ち出されたら、またスキルを再発動押さないとダメだね。準備完了、1、2、発射、スキルもう一回押す、1、2、3、スキルもう一回押す、回って、あ、慣れてきた慣れてきた。星5武器貫突で3万5000ダメージがテンプレベル8で出てるとね、普通やなちょ、ドラゴンストライクやってみてえな。カルタリアだな、リズム的にやらないと。そうね、本気を出して俺を楽しませ。さあ、ドラゴンストライク、本家のドラゴンストライクを見せてやろう。俺は敗者に優しいからね。あ、失敗した。わあ、ペルス、1、2、3、あれ、ドラゴンストライクできない、剣女バスできたやろ。1、2、3段目当てたらドラゴンストライクできる。
あれ今あれさっきドラゴンストライクできたのたまたまか。いや回ってできないな。相当開始タルタギア、お前こんなとこにいたのか違うてドラゴンストライクできない、もしかしてさっきできてなかった。アザラシだからできてた。ちょっとドラゴンストライク練習するか。ドラゴンストライクできればちょっと立ち回り変わりそうな気もするんだよね。4段目で出してた。 1,2,3 4段目で出してた。剣女やってみよう。 1,2,3,4 あ、じゃあ無理だな。1,2,3 1,2,3 1,2,3 3段目が当たった瞬間、うん、無理だな。じゃあドラゴンストライクはさっきアザラシだったからできた説あるなあ、そう、落下攻撃でペールスたまらんからまあドラゴンストライク使わなくて良さそうだね、これだと。うん、アザラシだからできた説あるな。攻撃速度を上げてみよう。ミカかもしれん。ミカ入れたら逆に攻撃速度速すぎてスキルたまらない説もあるからちょっとそこが不安なんだよな。装備の点検完了。ミカで攻撃速度は物理バフに、物理バフをかけていきます。これでよりペールスをいっぱい飛ばせるかも。ペールス、うん、早いね。湧いてこいペールス、バーン。ちょっと待ってよ。スキル1,2,3回って、中段耐性欲しいわ。うん、やっぱりスキルクールタイムはどうしてもネックになるな。でもミカで爆速でペールス打ち出すの楽しいかも。うまくはなってきた。フレミネ操作がうまくはなってきてる。ペールスホームラン、ホームランみたいな感じ。氷砕きも起こしながら、超電導も起こしながら、攻撃速度上げて、行ってこいペルス、ドーン。 5万、あ、超電導もあるからね。で末路入って強くね、行ってこいペルス、距離取って。なんか強いコンボとか見つかりそうだけどな。氷型に組めば氷もできるし、物理型に組めば物理もできるって感じだな。氷型見たいよな。氷幻想妖怪フレミネ、氷剣闘士でいいかな。こっちの方がベネットと一緒に組ませる分パワーは出そう。他に行ける場所なんてないから。妖怪型フレミネできました。強風剣闘士フレミネ、攻撃力3000、狼の末路でちょっとすごいことになっちゃいましたが、率75、ダメ157、うんうん、組めてるね。氷型です。いきます。じゃあ妖怪型フレミネの本気いくよ。ベネット爆発、シャンリン爆発で、カズハ領域で相当開始して、スキル、スキル、やめて、回って、うん、やめて。6万、カンパ到来、回って、ペールス回って、おもろいけどやな。再霊で試しましたか。再霊にするなくはないけどな、全然。爆発が溜まってない間は再霊でスキルぶん回して、爆発溜めに行くっていう動きは、なしではないな。うん、まあ物理も氷も両方いけるけど。カンパ到来、うん、まあまあまあ。ペールス回って、うん、再霊いいね。スキル何回も叩き割れるわ。爆発切って。相当開始。これ氷型ね、これ。ペールス、ペールス回って。クールタイム2秒で使える。寒波到来を叩き込みまくるビルド、まあまあ、まあ、ありありあり。剣女バンク、戦火輪だとどうだ。ダイブ準備完了。回って、寒波到来、ペールス寒波到来、回って、ペールス寒波到来しまくる型。ペールス寒波到来、まあ、型としては成立してるな。氷型、もう一回ちょ物理に戻すわ。天空両手剣はありだと思います。できた。これ原茶もいい感じになるし、ありかもな。さあ戦おう。君のような強いモンスターと戦いたかった。攻撃速度上げて、1,2,3,4発射。悪くないな。フレミネ行く明け忍ぶミカかな。
このパーティーで螺旋いけるかな。一回螺旋いきましょうか。螺旋クリアしたら貫突しましょう。どっちにフレミネ投げるべき、前半フレミネかな。やっぱ物理パーティーで このパーティーでいくか。ナヒの熟知低くね。いや600あれば十分よ。ナヒだ、4突で熟知上がるし、よろしくお願いします。あ、マグ剣気はかもれる気がする。輪っか、左右ルコを元素粒子もらう。でミカで攻撃速度上げて、お別れの時間、お別れの時間、回ってせい、カンパ到来、回ってフェールス、火力出てない、予見が出ます。ダイブ、ダイブ準備完了、回ってカンパ到来、パシャパシャン、パシャパシャン、左右ルコをしっかり立ってな、フェールス、おっとテポト、テポトするか、カンパ到来、いやスキル押しちゃった今、どうこれ、爆発で避けてスキル1、2、ペールス発射、スキル押して1、2、ペールス発射、おとなしくしな、うう雨描きがたし、今無凸で使ってます、ペールス発射、ぬうううやっぱち、でも超快感はフレミネの強さじゃないもんね。スキル出して圧力ランク貯めて発射、でも4万出てるんだよな、なんか別だ、普通に敵の火力で死んでる、恥ずかしい、うん、クリア、クリア目指します。でもだいぶ上手くなってない私、どうだろう、治療は僕にお任せを、ちょっと無敵時間解けたタイミングで襲うのはやめてもらっていいか、痛いから、回って形、雨描きがたし、ゆかき、サイブルコいける、よし、ナイス、おとなしくしな、助けてください、攻撃速度上げて、こっから本番、1、2、発射、15000、スキル使う、いやその技火力やばい、ペールス、灼熱エリアも痛い、回って、どうぞ、ナイスナイスナイス、攻撃速度上げて、ゆかきサイルコを頼む、たまらんか、たまるな、回復して、やめて、爆発、スキル、ペールス発射、スキル、スキル押しすぎちゃう、スキル、ペールス発射、 OK、 むずい、とりあえず甲羅の破壊を左右手にしよう、動こう、まずい、反則攻撃、ナイス、行くわけがたまれば甲羅壊せる、なんとか帝王強い、パシャパシャ、いいよ、OK 壊した、いけるぞー、1、2、3、4、ペース発射、爆発溜まってないな、治療は僕にも、役割、ペース行け、回って、OK、 やゆくあきがギリギリで支えてくれてる感がえぐい、やっぱ技くるぞ、ペース、回って、今、よけろ、よし、立ってな、立ち去ってください、やっぱやっぱきちいよ、形、こいつの物理耐性が高いよね、コーラマ取ってる時の、ちょっと相性悪かったな、むずい、いや、これこいつらとは有利に戦えると思う、左右ルコを切って、圧力ランク貯めて、スキル押して圧力ランク貯めて発射、圧力ランク貯めて発射、めっちゃ火力出てるんだよな、燃料切れだ、ゆかきたまるで左右ルコを切って、スキル発射、5万出てる、回って、
やっぱあのカニちゃんが相性悪かったよね。カニが相性悪かったよな。いやーちょスキル連打しちゃうとダメだ。1,2,3あ、5万、いや5万って出るのはやばい。普通にこの剣はわかるかい。左右攻を攻撃速度アップ、厄払い、スキル、いや回ってくそ、爆発のタイミングずれた。まあまあまあ、邪魔をするな。皆さん元気を出して、元気を出して。雨描きがたし、ゆかき左右攻合わせるよ、合わせるぞ。ゆかき左右攻なぐさの凛、お別れの時間、フェルス発射4万、回ってスキル使って発射29,000、スキル使って回って発射、フェルス、フレミネ強えって時と微妙いいっていう時がナビがある。強い時はね、ほんまに4万おお4万おおおおってなんねんけど、きつい時はあーきついってなる。貫突してみないとわからんか。よし、貫突させよう。今回心率 75% だからね、90になったらだいぶ変わるだろう。フレミネ貫突ガチャいきます。この間ガチャでディルクがすり抜けたんで、突撃に引かったら勝利確定だね。40連目、もうだからよし、シールドが欲しい。なんかいいシールドない？やだ、勝利なんだよな。50連ディシアか。じゃあやっぱあ、いいね、フレミネ1突ん？ダブルフレミネ、こんなことある？普通の他のキャラより高いとかつかない。しゃ、フレミネがこれで4、3突です。そう、下にがあるキャラに化けたんでの方がいいしね、全然。だからほんまにありえない、下元素だから別の強さがあるけど。では結構勝ってるね、これでフレミネ6か。もしかしてこの10連で終われるかもしれん。160連目いきます。勝利もフレミネも両方引けば終わりや。勝利貫突、フレミネ貫突や。行くで。はぁ、うおぉ、はい、金には光る。80だからね。頼む。勝利だよ。すり抜けんなよ。50%。右手と左手で。じゃんけんポン。はい、あいこや。え、でも、勝つか、右手が勝つ確率や。じゃんけんポン。はい、これでしょ。ちょ。右手が勝った。だからこれ勝利です。なんでや、いや逆に言ったらまあ次勝利確定だしね。PC って言語登録で、なんか180連目。引かれ！フレミネ来い！引かれ！はい、フレミネ貫突しました。よし。フレミネ7突？これで。わお。光ってた？ え？ 私その時左上のテロップをポチ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 打ち込んでたから気づかなかった。金に光ったに気づかなかった。え、なにこれ、スクショ取ろ。いい引きでしたね。ナイス。手座進めていきます。1突スキルの回収率 15%。 2突高圧粉砕を当てるとエネルギーが2回復、ランク4で当てると3回復。だいぶ爆発の回転良くなる。2突で。3突通常レベルプラス3。4突攻撃力が元素反応を起こした時 18% まで上がる。5突、スキルレベルプラス3。貫突目覚めと決意の時、元素反応を起こした時回心ダメージが 36% まで上がります。来ました。私の予想だけど必須の星座ではないよね。でも星座強いんだよね。性能が悪っきり変わることはないけど順当に強くなるんで、動くべきだ。まあ、変わるのかな。ベールス行くよ。まず通常攻撃の火力から違うもんな。発射、ウェーイ、ヤオ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 、そんな行くぜ。相当開始。寒波到来、ベールス寒波到来、
ペールス強えなぁ。これ貫突効果発動してないもんな。一回本気でパシャパシャ。サイウルコいける、いける。攻撃速度上がる、上がる。爆発たまる、たまる。お別れの時間、お別れの時間。おい、あれスキル2回押しちゃう。ペールス食らえ、回って、ドーン。回心率が1突でかいやん。1突で回心率が 15% 上がったおかげで 75% なんやけど、そのペンギンの発射とかが回心率 90% になったんで、だいぶ安定してるな。気持ちよくなれるわ。これは氷鏡面入ったら確定回心だしね。末路に変えてもう一回スメールで回ってた秘境とかもある。いきますよ。まずサイウルコを切ります。で超伝導も狙います。攻撃速度上げます。爆発切ります。スキル、おわ、ちょヒール、ちょ凍結やめ、凍結やめて。うえい、65000、10万。ええプチエウルアやん。え、今6桁でなんやけど、でかいんだな星座。いや、じゃあ狼の末路で攻撃力爆増したね。末路の効果で敵が 30% 以下の敵に攻撃したら攻撃力 80% 上がるんで、それで瞬間火力がやばくなった。武器変える、末路だとちょっと強く見えるか。じゃ星4配布武器マグロ。ちょっと星座、まあ全部星座弱くはないか、使える効果だからそれがでかいのかな。お別れの時間、やべ、スキル押しちゃうな。スキル押して通常攻撃で殴りながらペンギンを出す。まあ、まあ、これぐらいだな、うん、4万2000、うん、これぐらいだと思います。3万8000、うんうん、イメージ通り。ダイブ準備完了。はい、スキル使ってドーン。おい、回心率 90% あるのにドーン。うん、イメージ通りやな。どうみんな、お別れの時間。4万2000スキル使って、あの2回押しちゃう。スキル使って1、2、発射。フェールス、どうですか、普通やろ。もっとフレミネが綺麗に気持ちよく戦っていける秘境はないかな。やっぱモシリか。北斗はありやな。超開花使ってないから忍じゃなくていい。末路で気持ちよくなるか。じゃあ公式は凍結超開花、いやいや凍結超開花強いでしょ。だから随分待ってたのよ、これやろ。完全超悪、やってることはエウルは超開花と一緒なんだよ。超開花が強いのは当たり前なんだよな。んなこと言い出したらもうあれだわ。いやもう誰でもいいもん、超開花強いのは。は金の剣でやってください。いや弱いの見えてるんで嫌です。この剣はわかるかい。エネルギー貯めさせてもろて、ルカキサヨルコ、北斗爆発、フレミネ爆発、スキル準備完了。さあ見してくれ。8万4000、強え、強えな。あれ強くね、回ってペールス。強くね、回って。あれ雨描きがたし、行くぞ。炭になるがいい。ちょっと化けすぎでは。ペールス相当開始、回って。1、2、発射。短波到来、回って。あれ楽しい、めっちゃ楽しい。フレミネ戦になろうかな私。ちょフレミネ OTP になっていいっすか自分。やべ、フレミネワントリックポニーになるかもしれない私。バリオモレ、ペールス回って。ペールス、おい、ペールス、ペールス回って。ペールス、おい、ドーン。雨描きがたし、やっと立ち去ってくだ。ゆかき爆発、北斗爆発、攻撃速度は上がってる。相当開始、相当開始、スキル使って
末路も入って。ペールス、カンタ到来。あ、ちょっと縦卑怯だぞマジ。カンタ到来。めっちゃカンパ到来する。スキルボタンを押す回数が多いからめっちゃ喋る。回って。カンパ到来。うん、上手くなってきたな、フレミネ。カンパ到来。やっぱ末路やな。ベネットがいない分攻撃力稼ぐ手段がないから、まあ、末路がちょっとすごい輝いて軽く伸ばしてくれるね。なんか見たいパーティーある？物理型でフレミネ回して。ちょっとまあ、まだ氷型を諦めきれない。よし、できた。攻撃力2800。率75、ダメ157。まあ、一突で回心率、スキル 90% なんで。氷型フレミネです。強風剣闘士。一度は諦めた。妖怪フレミネを。今ここに再現しよう。あやかパーティーみたいな感じか。ああ、妖怪じゃなくて。理解理解。何が言いたいか分かりました。君が見たいのは、神格万神とかそっちだな、じゃあ。一致団結。我には理解できない言葉だ。これでよし。ご安心を。これね。私たちなら勝てます。氷メインアタッカー、フレミネ。ちなみにフレミネは爆発溜まってない間はマジで何もできないです、この型は。何もできなくはないか。うん、氷ダメージはスキルクルタイム10秒なんで。そこはちょっと気ぃつけないな。神格長押しかな？いや、一回押しか。まあ、凍らせて。カンパ到来。うわ、よ、う、う。連機過信。これが答えかもしれない。やあれ狂いなさい。クラゲ延長。相当開始。ペールス回って。カンパ到来。回って。いやでも キャラクターチェンジできないからな、この時。回って。この時キャラクターチェンジできない。辛すぎる。コミン超運にする。うん、ああ、ありだな。心得た。でも平いないじゃん。やっぱカズハじゃなくて左右とか。でもいいか。左右に今持たせてる武器がマカエラの水色で、熟知があればあるほどチーム全員の攻撃力が上がるっていう感じの効果。サイフォスの攻撃力版みたいな。あ、でも数値はちょっと低いんだけどね。神壇上でもいいですよ、左右のとこは。ちょっと星4縛りでやってみる方が良いじゃろ。ここで氷耐性下げて、通常攻撃も、あ、通常攻撃1番出んだけど、やばくね。は？開始。なんで、え、カンパ到来。強すぎん。あ、まあ末路か。いやでも左右で氷元素拡散して、あ、氷元素1万2000出る。なんだお前は。氷アタッカーの方がいいのか。いや、超運と相性がいい。回って3万出る。おとなしく捕まれ。あれメインアタッカーじゃん、ちゃんと。なんだこれ。お別れの時間。回ってペールス。お別れの時間。これでフレミネが爆発溜まってない間、ちょっと隙ができちゃうのが消えた。回って。ナイス。超運領域。か。か。氷元素拡散。動く。ちょめっちゃ転ばされる。ゆかき爆発。カンパ到来。ペールス。やっぱ強いな。強引厳禁。相当開始。カンパ到来。カンパ到来。ペールス回って。カンパ到来。回って。ゆかきでスキル外した。罪深すぎる。ペールス出てこい。この超運の領域があれば通常攻撃で一番ダメージ出るから、隙がない。行くぞ。救急に寄り回って。氷型も成立するな。準備完了。ペールスカンパ到来。カンパ到来。ペールスカンパ到来。ペールスペールス回って。カンパ到来。ペールスめちゃくちゃ氷で殴るパーティー。まあありだな。救急に寄り釣りを。次よくも。この剣は分かる。スキルのクールタイムがね2秒なんですよ、この連打型だと。開始。スキルを押してペールス、もう常にスキル連打ができる。ペールスカンパ到来。ペールス、まあ、ディルックの元素スキルだけで戦う感じやな、イメージで言うと。爆発中しかできないけど、おもろいな。爆発切ってカンパ到来。
ペールス、ペールス、ペールス、ペールス。カンパ到来。回って。カンパ到来。回って。よくね。クールタイム10秒で長いんだけど、爆発切ったら 70% 減って3秒になります。こういうテンポ1個目でね、あの圧力ランク0から3の時にスキル使ったらさらに1秒減るんで、2秒おきにこれができる。これが氷型フレミネ。ただクールタイムの間は何もできないから、超運で通常攻撃を氷にしちゃおうっていう。結構強いな。で超運の領域でさらにクールタイム減らしてスキル押しまくるっていう方。ちょっとフレミネどうなんだろう。いや使っててね、めちゃくちゃ楽しいし、おもろいので、いいんですけど、でも、ガチ勢目線で言うと、必須キャラとかそういうのではないかな。うん。だからおもろいです。ぜひ皆さん、弾いてみてください。